チャコちゃんですね。ちょっとチャコチャコかけるね。昨日ちょっと目隠しを、開けてみたり閉じてみたりちょっといろいろになってますが、チャコちゃんの場合は子猫なので、人間と目ががっつり合うとちょっとうなったりですね、シャアを言ったりするんですが、それ以外のことに関して、まあ、猫同士とか、あとは外で何かがこう物音がしているとですね、興味津々でですね、外を覗こうとしたり、あとは手を出してですね、何か触ろうとしたりという、傾向が見られます。なのでですね、上手にもう早いうちから上手に目隠しを取っていくというふうに、考えています。で、昨日はですね、この2階部分の、この側面ですね、側面を開けておいたんですが、猫同士だったらまあ見えてもいいだろうと思ってやったんですが、シオン君がこのベッドをじゃれるというかですね、引っ張って自分のところに入れようとすると。で、ベッドの上にですね、このようなタオルを置いていたんですけれども、そのタオルは全部引っ張り出されていました、今朝のですね。目隠しを取ったにもかかわらず、手を突っ込んだんだと思うんですね。ということで、2階は、できたら、チャコちゃんの安眠する場所として、キープしたいのでですね、目隠しをまた元へ戻しました。で、後でちょっと、ご飯の時かご飯の後ですね、別の場所をちょっと開けようかなと。起きている時に、程よい感覚を取りながら、まあ、シオン君やら、ジャン君、ポンちゃんと顔を合わせられるような感じですね、にできたらいいかなと、そんな風に考えています。掃除で目隠しを外していたんですが、今目隠しを戻そうとしたところ、やっぱり好奇心の強い子猫のチャコちゃんはですね、結構ケージの外を気にしています。あ、今ジャン君が近づいていって、ジャン君どう？見に行く？ジャン君は慎重な方だね。シオン君はこの動画の、録画ボタンをオンする直前に、チャコちゃんと鼻中をしに行きました。で、そうね、君は外国人のようなチューをするね。特にどってことなくチューをしてすぐ戻ってきちゃいましたね。誰が？シオン君。うん。そして今膝の前でゴロンゴロンしています。ジャン君は昨日まであんまりよく分かってなかったからね、近づいてなかったもんね。で、あれって今なったかな。そうなの？どうですか？でもさ、匂いとかさ、気配とかは普通は分かるもんじゃないの？どうしようかな。この左側を開けていこうか。向こうは猫だったら顔出せるけど、とりあえず
黒犬おじさんと目が合わないので、あのアンズちゃん方式で、アンズちゃんよりもちょっとスピードアップしてやっていこうかな。はい、こんな感じでいかがでしょうか。黒犬パパから見た感じはこうなりますね。ステップの上にちょっと登ると、見える今こんな状態ですね。このように見えますが、トイレやご飯は、目隠しができている感じです。みんなこのカレンダー撮るね。あ、でももう1月だから、いいや。いいの？うん。今日これ置いていたの？あ、スケジュールは後で確認する。なんか、あるかな。今日しばらく撮っておいて、シロ君の頭叩いてたね。さあ、じゃあちょっと遅くなったけどご飯にしようか。あ、そうか、これでいいやつ。じゃあご飯はまず、はい、はい、うーんしゃーって言って、うーって言って、ここもほつれてるね。ああ、引っ張られてるかもね。ちょっと置く、お、動かない。ちょっと待ってね、ごめん、あ、ここにいたの。でもというか、うん、待って、ちょっと、後ろに、ごめんね、よいしょ、よいしょ。はい、ふかふかさんね、気持ちいいね、これね、調査を入れてね。はい。ちょっとこれ取るね。はい。うん、どうしたんだ。うんっていう子はなんか意外と珍しいね。そうだね。うん。うん、シャーだったね。まあ、シャーよりウーの方が喉は痛めないね。そうなのかな。あの、お腹から声っぽいもんね。クン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 ク
じゃじゃーん。おう、腹式呼吸のうー、ありがとう。気になる、やっぱり気になる。これを閉じよう。こちら、はい、どうぞ。はい、はい、アンズ姉さん。はい、アンズちゃん。あ、ここいっぱい汚れてた。そう、じゃあ掃除しようね。アンズ姉さんはもう安定してきましたね。うん、これね、でちょっとお水垂らしてね。よいしょ、はい、お水垂らして、キレキレに変えるからね。なんかいっぱいこぼれしちゃったんだね。はい、あとじゃあシャージするからね、いい子だね。はい、いい子いい子。ピカチュウ尻尾かわいい。足の下に潜る。あの、くの字っていうかなんか。稲妻型だね。そうだね。ピカチュウみたいだよ。かわいいよね。じゃじゃん。はい。じゃじゃん。はい、リカさん。あれ？ちょっと半端。もうちょっとじゃん。